ちは。こんにちは。ね。ねから入って。もう楽しくてしょうがない。久しぶりにゆっくり話せて。本当ですね。なあ、球場でここまでゆっくり話せないですもんね。話せない。用事や用事やってこう違うと言うからさ、お前俺避けてんのかみたいなこと言ったらさ、いやいやいや、ちょっと待って、俺何もねえだろ。忙しいですよ、いろいろあるんですよ、いろいろある。まあいろいろあった中で首位打者、まあバッティングっていうのは首位打者取るってさ、マグレット取れないと俺は思ってるし、で盗塁を取る、まあリーグのナンバーワンになるわけじゃない、はいはい、そのきっかけとなるものっていうのは何かあったの？なんか聞くところによるとさ、社会人の時なんか全く走らなかったって言うじゃない。一つもなかったんじゃないかなって気はするんですけどね。高校時代もそうなんですけども。でも足には自信があったわけでしょ。足は速かったですよ。まあズバ抜けじゃないですけども、もうやっぱり真ん中で常に上だし、走ったら盗塁ができたと思います。それ盗塁に目覚めた理由っていうのは何かあったの？やっぱプロ入って1年目ファームだったんですけども、で当然走らないじゃないですか。でめちゃくちゃ怒られたんですよ。お前はどこを降りてプロ入ってきたんだと。足じゃないのか。でもさ、スカウトも盗塁のシーンなんて見てないわけだよね。いいですね。盗塁したとこで当時の取ってもらったスカウトの人に聞いたら、盗塁じゃないんですよね。僕は一塁ランナーで、狭い球場、北九州市民球場があって、ああ、してで一塁線抜けてライト狭いじゃないですか、うん、そこから一塁からホームまで帰ってきたっていうところの足の速さで、そこは決め手になったっていう。あ、だから走塁では足は使ってたけど、盗塁では使う。なんであんなきついもんないじゃないですか。嫌だよな、精神的に。神経使うし、一つ走っても本当に一仕事を得たようなもん、なんかこう気が抜ける、力抜けるようなとこなんで、なんでこんなきついのしないといけないのかなって、これあえてやっぱそのコーチの人はお見通り言ってくれた、やっぱりこれはお金だからっていう、そこでもなかなかこう目覚まなかったんですね。で一番、まあ、盗塁でもお金になるよっていうことを言ってくれたけど、ね、目覚めなかった、うん、そうですね。ただそんな小銭はいらないと。いや、小銭はいりますよ。あ、大事ですか。でも、まあ、それはもう盗塁だけじゃなくて、これはもう全てこのプロの中で目覚めたっていうのは、1年目の無教育リーグの、うん、どこで僕が内野ゴロに対してパーッとこうベンチ座ったんですね。で当時の二軍監督さんが自分のことを絶対言ってるわけですよ。誰がこんな選手連れてきたのかっていうところの言葉から自分の耳に入ったんですよ。で絶対僕のことじゃないですか、ボンたちに座ってっていうところ で僕はその時に真っ先に、僕は取ってくれた、取ってに入れてくれたスカウトに申し訳ないと思ったんですよ。そういう言葉を自分に浴びせられるっていうの。でそこでなりました。目覚めた。目覚めたです。盗塁に対してもバッティングにしても、まあ、野球に対しての姿勢が変わるということですね。はい、だからそれだけ甘かったと思うんですよ。でもプロに入ったら分かんないよね、最初はね。でもプロに入って僕みたいなタイプは、例えばもう走らないと盗塁なんかいいってなったら、とっくにやめてるじゃないですか。まあそうかもな、はい。だからその一言ですね。だからその一言があったんで、まあ盗塁ももっともっと、まあ走らないといけないんですけども、その前にいろんなことをやってやらないといけない。でバッティングにしても、その年の秋季練習からスイッチ変わったんですね、うん、でもやっぱ苦しいじゃないですか、きついじゃないですか、もう数がとんでもないんで、どんどん倍やらなきゃいけないからな。だからもう毎日1000以上じゃないですか。でもその言葉を常に自分でこう思い浮かべて、くそ、なんだから負けるのかみたいな感じで、やっぱりやれたっていうところの、その一言がやっぱすごく大きかったですね。昔あったもんな。いや、もう平気だよ。誰やこんなん連れてきた。そうですよ。スカートと、いや、スカートどこに目つけてんの。そうですね。平気で言われたもんな。だから、多分その人とそのスカートっていう、あんまりこうなってなかったんじゃないかなって気もするんですよ。すべてその一言でもう変わりました。だ通りもそうです。それがなかったらもう言ったようにいません。そしたらね、苦しい時はその言葉を思い出す。だからやっぱり誰が負けるもんかで、二度とやっぱりそういう言葉をかけられないんでしょう。でそのやっぱりスカウトをロッテに入れてくれたわけじゃないですかな、はい、でその人を男にしようという気持ちはもうその時バーッとなったし、でも何があろうが平気だったしね。どんなこうきつい練習にしても、きつい言葉を浴びせられても、
全然言えます。一言で変わった、一言で変わりました。そういうもんじゃないかなと思うんですけどね。でもバッティングで首位打者を取るまで行ったっていうのはさ、誰の影響だったの？僕はやっぱり一番スイッチヒッター変わった時に、朝から夜まで朝昼晩付き合ってる高畑さん。亡くなったな。そうなんですよ。俺の先輩なんだ。中国なんですね。あの人がもう付きっきりでずっとやってくれたんで、そこは。いや、昔のね、コーチの人たちって自分の時間を投げ打ってもやってくれたコーチっていたよ ね。だからやっぱりその人のためにっていうのは強いんですよ。はい、なんかその印象に残ってる言葉って覚えてる？まあ初めて1週間ぐらいだったんですかね、スイッチ初めて。はい、でも僕左で振るのも初めてなんですよ。まあ遊び感覚でちょこっと振ったことあるじゃないですか。でも1週間、多分1週間と10日ぐらいですかね。で、自分の中ではまだまだじゃないですか、当然こう振るにしてもまだ多分ぎこちないんだろうと、最後だろうなみたいな感じ でその時の言葉のかけ方がすごいと。この1週間あるいは10日の短期間でそこまでの成長してると、ブレブレに、これはすごいことをかけられたんですよ。そしたら、人間というのは、そう、もっともっとやろうかなってなるじゃないですか。まあ、褒めて伸ばすというね。そうなんですね。だからそこのタイミングでのその言葉っていうのは、すごかったです。だからさっきの話もそうなんですけども、やっぱり人っていうのは、どのタイミングでこんないろんな言葉をかけるかどうかで、やっぱり変われるかどうかっていうところになるんじゃないかなと思いますけどね。だからまあ、いいコーチってさ、言葉のタイミング、言葉のかけ方、言葉の選び方、そういうのがすごく大事だよね。そうですね。逆にこう、やる気をなくすような言葉っていうのは、うん、はい、絶対かけたら当然、うん、はい、背中向けていくしっていうのもあるじゃないですか。だからすごく、言葉っていうのは大事じゃないかなと思いますよね。だから技術はさ、技術を一生懸命教えようとするじゃない。体力も、手足の長さも違うのに。でもその言葉を忘れてる人って今たくさんいると思わない？そうですね。で、やっぱりこのなかなか入り込んできてくれないっていうところもあるんじゃないですかね。もうこれで例えば あんまり伸びてないな、ダメだなっていうところもその見極めが早すぎるんじゃないかなっていうのも感じますよね。でもそこからやっぱり奥に入っていく、先に進んでいくっていうのが一番大事じゃないですか。そうだね。そしたら選手も本音をこういろいろこう言ってくれるんじゃないかなと思うんですけどね。そこに持っていくまでがなかなか難しいところであってじゃないかなと思いますね。まあでもそれだけこういろんな経験をして、まあ、監督まで上り詰めてコーチを従えてるわけじゃない、はい、そういうこともやっぱ言うの、言葉かけてやれよとか。コーチに言います、うん、はい、言葉が大事だなって、はい、とにかく一人一人見といてくれと、うん、その中でやっぱり言葉をこっちからいろいろかけてくれと思ってますよ、うん、調子のいい選手というのはまだいいと思うんですよ。まあ、ほっといてもいいから、ね、そうなんですよ。で、悪くなった時にやっぱこう考えすぎてしまうっていう、ちょっと気持ちが落ちてんじゃないかなっていうところも、選手にどうやって言葉をかけるかっていうのが一番大事だと思いますよね。そこをやっぱり見逃したらいけないと思うんですよ。常にやっぱ選手を見とかないといけないと思うんですね。嬉しいですよね。あ、見ててくれたんだっていう、その、うんうん、で、その言葉に答えようってやっぱり思いますよね。最初ずっとほっとく方がいいらしいよ。ああ、そうなんですね。で、ポッとしたところで、あ、良くなったなっていう言葉がやっぱ信頼関係を生むらしいよ、うんうん、あ、見ててくれたんだ。そうですね。だからできるだけやっぱり自分の方から選手にもこう言葉をかけるようにはしてますよね。昔はなかったですけど、罵声はある。罵声はたまに、もう最近少なくなったのか。やっぱこいつは、まあ自分がかけられた最初の罵声があったじゃない。罵声浴びせられたじゃん。そういうことは使うときは、まあ、ヘッドコーチの時ありましたね、うん、はい、監督になってから選手に直接っていうのはまだ、はい、やる。でもそれ、こいつは反抗心があるのかないのかっていうのも分かんないしね。分からないですね。反抗心があるやつだったら、はい、大丈夫なんですけどね。それが逆にこうきつい言葉を浴びして、やっぱり気持ちが落ちてしまうっていう選手の中にはいるよね。いますんで、そこの部分はやっぱ気をつけないといけないのかなっていうのがありますよね。その二軍監督は、罵声を浴びせた二軍監督はその後、何か言ってきた？いや、何も。自分が実績を、うん、はい、何も。でも、その後しばらくしたら辞められたと思うんですよね、はい、その後も全然
名前言わない方がいいかそうですね名前はやっぱりこうねしまっておいて、ね、まあ当時調べたら分かるじゃないそれはここの判断いやでもその人が監督があれだけの選手になった時にその言葉を覚えて、うん、ね励みになったかっていうふうによく頑張ったなって あそこからって言ったらこの人は一流だよねやっぱ。でも気づいてないかもわからないですね。言ったことはな、はい、感情で喋ってるからね、はい、計算じゃないしね。ただやっぱり自分にとってはやっぱその一言っていうのはやっぱりあのその後すべて変わりましたし、まあ今あるっていうところですよね。まあ、感謝の言葉なんですよね、まあ、今ね。そうなりますよね。さあ最後にですね、今シーズンの目標。目標はもうズバリ優勝しかないです。あれもうそうやって笑うのは曲がってないんですけど。いやいや、笑わないよ。これね、12球団の監督、全員ここに来て、今年の目標はって言ったら、全員優勝って言うから。そうですよ。それは A クラスって言うようなやつはいない。そうですよ。ね、やっぱり、そこは苦しいところだ。3位に入ってクライマックスっていう言葉は、やっぱり監督としては絶対そうです。絶対優勝じゃない。優勝って、もうそこしか、選手たちもやっぱそこを目指してやっていこうっていう。その言葉しかないですよね。でキャンプに行きたいと思ってるんだけど、はいはい、いろんな選手にインタビューを取りたい、ね、話を聞きたいで、まあ、見てるファンの方もいろんな選手の声を聞きたいと思うんだけど、はいはいはい、行っていい？いやもう来られるのは全然構わないです。いやいや行くのは行っても何にもなあ手ぶらで帰るわけにはいかないぜみたいな。それはこの場でそれは OK ですよっていうちょっといや、言っといた方が説得しやすいかも、はい、いや、それはもう、はい、あの方法の方に球団の人には話はします。もうね、西武とジャイアンツの2軍阿部慎之助、はい、のところに行くには決まってる。で、それはもういろんな選手に話を聞かれるんですよ。聞くよ。で、そこは球団の、ね、辻監督は、俺が一緒に回ってやるっていうぐらいの監督が。いや、僕もそうしたいですけどね、やっぱり確認取らないといけないじゃないですか。まあ、それはそうです。はい、確認取ります。まあ、楽しみに待ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。